こんにちは。今日は、少しだけ仏壇動画も上げつつ、時計の DIY 動画的なものをもご紹介していきたいなと思います。実は先日、東京の方に旅行に出かけました。いろいろ予定を組んでたんですけども、いろんなカフェとか、図書館とか行ってきたりとかもしたんですけども、今回ちょっと初めて、自分でも珍しいんですけども、こういうところに行ってました。時計屋さんなんですけども、時計屋さんの会社さんが作られた、ミュージアムに来ました。そのミュージアムの名前はセイコーミュージアムさんっていう場所にお邪魔いたしました。ミュージアムショップで、こういった、フリーペーパーというか、フリー雑誌っていうか、パンフレットっていうか、こういうものをちょっと持って帰ったんですけども、すごくいいミュージアムさんでした。こちらは、セイコーウォッチ株式会社の中にあるミュージアムになります。場所なんですけども、東京のスカイツリーがあるんですけども、スカイツリーがあるところの場所からもっとさらに北上する場所の、こういった場所で来ました。近くのこちらの駅ね、東向島駅からこう降りていってきました。こういった方のルートの方が一番近かったんですけど、ここは住宅街になっています。通られる際はちょっと気をつけてお越しいただいたらなと思うんですけども、初めてスカイツリーよりももっと遠い場所のミュージアムに行ったので、なかなかたどり着くのにちょっと、心配だったんですけども、この場所に行きました。